平成28年10月11日、平成28年度阿蘇市の市政報告会が阿蘇市狩尾地区で行われました。阿蘇市狩尾地区の市政報告会は午後7時から旧小貝市東部小学校体育館で開かれ、狩尾地区の住民およそ40人が参加。まず狩尾2区の廃瀬雄一区長が挨拶して始まりました。次に佐藤市長が8日午前1時46分に中岳第一火口が爆発的噴火したことを報告。続いて阿蘇市の財政状況や4月に発生した熊本地震の被害状況、復旧状況などを説明。さらに今後の市の施策についてスライドを使いながら説明しました。この阿蘇市の市政報告会は市が取り組んでいるさまざまな施策について市民に直接説明し、対話することによって市政に対する理解を深めてもらおうと11年前から阿蘇市内11カ所で開催しているものです。報告会では阿南誠一郎教育長が熊本地震で受けた教育施設の被害や今後の学校の取り組みなどについて、また阿蘇医療センターの井野貴文事務局長が熊本地震では阿蘇地域の災害拠点病院として活動したことなどを報告しました。最後に意見交換会もあり、住民からは狩尾地区から長寿ヶ丘公園を通り外輪山に通じる道路が崩れて通れないが、野焼きなどで使うのでいつ復旧するのか、また国道57号の迂回道路の冬場の対策はどうなっているのかなどの意見が出されていました。平成28年度阿蘇市市政報告会は10月31日まで開かれることになっています。